中国 JR バス運行便鹿児島ドリーム広島号は広島県広島市と鹿児島県鹿児島市を結ぶ高速バス路線である。主に7月から9月までと12月から3月にかけて期間限定で運行されていたが2017年5月7日をもって廃止された。当初は山口市内も経営していた全区間一人乗務のワンマン運行。福岡県のすパーキングエリアで 乗務員交代を行い、広島末パーキングエリア間を、中国 JR バスの乗務員が、末パーキングエリア鹿児島間を、JR 九州バスの乗務員が担当する。AB 広島鹿児島の夜行高速バス、ドリーム号次回以降運行ついて、JR 九州バス2016年6月30日、ABC 南国交通バスターミナルでの、鹿児島ドリーム、 広島後のチケット発券業務は行っていないため、臨店保のローソン鹿児島中央、ターミナルビル店のラッピーで発券。ただし、事前予約が必要。当初は、広島駅山口駅を広島支店一人、山口駅鹿児島中央駅、天文館を山口支店二人乗務で行っていた。当初は二人乗務で、鹿児島広島関東市乗務で行っていた。鹿児島ドリーム。 広島号運行開始の、お知らせ JR 九州ニュースプレスリリース2012年11月19日 http コロンスラッシュスラッシュ www.jrkbus.co.jp スラッシュ kosoku 広島に、古速広島に html、鹿児島ドリーム、広島号運行開始 JR 九州バス公式ブログ2012年12月21日、 ありがとうございます。